ますか。ヤックンとヤックンいい加減にしてください。じゃあカタカタさん、ヤックン、さあ、じゃあもうしょうがないんで影響体で、影響体で、じゃあユン同キャラ。やってないコンビニ行ってて切れそう。それでは注目していきたい、カタカタさん、ほんとすいません。さあ、アイスを可愛く食うヤックン、最近可愛こぶるのが趣味というヤックンですが、さあヤックンのアレックス出ました。闇しぐれ選択です。ヤックンのアレックス、闇しぐれを選択。鎧、これバグですかね。これはよくありますね。バグですかね。さあ、元気の鎧同士強かったっすよ。でもユンなんですかね、これもしかして。これ、イブキですね。よくわかんない。しかもさっきのお亡くなりになったブルーのカラーですね。お亡くなりになったブルーちゃんのカラーでしたけど。さあ、ヤックンが Oh no と、あの外人よくやってますね、あのジェスチャー、エボ言ってると Oh やってないよ、スタートボタン押してないよ。でも失格ですからね、スタートボタン押しちゃったらアメリカだと。ああそうですね。それで50万なくなるんで、アメリカだとエボって50万ぐらいなんで切れそうっすよ。ジャスティンに中足食らったら1万5000分ぐらいの価値あるんで、毎試合。あーマジっすか。はい、終わってますね。それでは始めていきたいと思います。ワンピ側ヤックンユン、さあ世界最強のヤックンユン対東北最強カタカタユン、ユンが潰し合ってしまう。さあ注目、大撃、赤ブロからターゲット投げて、テスさん大パン、先に溜まるのはヤックンか。ヤックン発動して少し大パン、しっかり繋いでいく。テスさん中パン2勝まで繋いで、全ポテンシー使って壊しは当たらない、釣りか、シャブロ取ってテスさんからゲージ、絶勝、バーンナックルのようにテスさんで止めていく。さあ先に取ったのはヤックン。中大大発動して、さあ片方取り返せるか、しっかり見えてるヤックン、これは見えてるな。シャブロ中盤絶勝、中足鉄さん発動して、さあこれは来ましたね、得意のリープ、これをしっかりフォローしている。高い、さあこのまま優勝してしまうのかヤックン。もう見えてますねヤックン、アイスクリーム食べたんで。ゲージ発動してどうする、これは使ったところに投げ、勝ったのはヤックン。すごいですねやっぱり。じゃあこれベスト8揃ったんじゃないですか。ベスト16ですか、まだ16ですね。じゃあまだ4台進行で、2回戦、3回戦から1台進行でいきたいと思います。それでは次の注目は、ちょっと待ってください、バクトウソツキとトクラミフ、宵闇負けたんですか。宵闇負けてますね。これはどうしますか。どれも見どころ満載といったところなんですが、宵闇さんを倒した肉と、まああと三国さんっていうのも、三国さんは何のキャラ使いなんですか。三国さんダットリーです。ダットリー、あ、先ほどの、はい、じゃあ注目していきたいと思います。肉さんと三国さんですね。影響台、肉さんいらっしゃいますか。宵闇を倒した肉、あ、彼ですね、ネクロの彼です。アッキーさん倒してますね。三国さんはあのアッキーを、倒しているといったところで、さあ肉さん強いですからね。そうですね、最強のネクロ使い、かなり爆発力あるプレイヤーなんで。それではバクトさんとウソツキさん B 兄弟、バクトウソツキ B 兄弟、 C 兄弟豆6いますか。豆アンド6、 D 兄弟がトクラとミフ、ミフさんですね、ミフさんとトクラ。
D 兄弟ですね。じゃんけんの方お願いします。さあ注目は宵闇を倒した肉ネクロと、そうですね、今勢いを増しているといった三国のダットリーに注目していきたいと思います。さあ2回戦始めてください。さあただこのカード、はい、ダットリー対ネクロ、これ73いくんじゃないですか、ね、いきますね、ダットリー。さあそれを肉がどう返していくのかに注目。ゲージさあお互い牽制、後ろに投げて、さあこのスネークハンドが決まると左画面端、画面端持ってって、これ拳切りたい、投げて投げ、マニアックな連携で壊し、超電磁ドリル。さあ肉乗っているか、先に取ったのは肉ネクロ。スーパーホーイ、これはマニアック、技の名前もわからないぐらい、バイパーです、バイパー、バイパーですか、バイパーです。 EX で切り返して、さあ三国ショートスイング大好き、バイパー決まって超電磁、これ確定ですか、確定してしまう、スーパー大パンチ、コーク決まって、取り返す三国。ファイナルラウンドゴー。しゃあサブロしてからジェッパー、これが三国、やり込みを感じさせるプレイ、投げて中盤投げて、コークはしっかりガード。さあ肉どうする、肉がない、攻め続ける、超電磁投げて、これは肉が投げたー、寄ったー、さすが勝ったのは肉ネクロ、ベスト8進出。いや結構東北勢上がってますね、東北勢上がってますね、ミフさん、トクラさんに勝ってます、うわトクラ負けてますね、ミフさんはあの鎧同士の、そうですね、息吹使い鎧来ましたね、トクラ拗ねて多分どっかいなくなってますねそれでは次ですね、ダンスさん、比嘉さん、中島さん、北川さん、バナオ、ワタールさん、ヤックン、富永、これはどうしますかね。ここですか、まあダンス、比嘉ももう熱いですね、かなりダン、ヤックン結構見てますからね、じゃあダンスさんと比嘉さん、ダンス、比嘉見ていきましょうか、はい、それではダンス対比嘉、A 兄弟お願いします。中島さんと北川さん、 B 兄弟でじゃんけんの方お願いします。バクトさん、バクトさん、バナオ対ワタールさん、バクトさん、バナオ対ワタールさんが C 兄弟、バナオとワタールさん C 兄弟、ヤッコンとトミニー D 兄弟、これただワンチャンあるんですよね、富永、ヤックン、そうなんですよ、1回投げられてヤックンがダイバーする姿何回も見てるんで、はい、最低でも現役人中は近づかなきゃないんで、そうですよね、そこでやいってくださいと。さあ富永がヤックンを倒せるかに注目も、 D 兄弟もあるんですが、元埼玉勢最強のよ、そうですね、ダンス VS 現最強、はい、埼玉最強と言われている比嘉の、はい、埼玉対決、埼玉対決、ね、マニアックですが、はい、それでは始めていきたいと思います。スタートボタンお願いします。ワンピー側ダンス流、ツーピー側が比嘉の息吹、注目していきたいと思います。これキャラ差はどんな感じなんですかね、俺は全然わかんないですけど、いや竜だと思います、竜が有利なんですか、あの画面端で投げ前すごく狭いんで、ああ移動投げある分だっていった感じでしょうか、でそこでやっぱグラシャワグラとかシケとか出しちゃうと竜のバカイパスエアとか入ってきちゃう、そうですね、さあ先にリードを取っているのはダンス、さあ東北勢がかなり上の方に来てるぞ、このまま関東勢やられていくのか、さあコツでしっかりダメージを奪っていく、大パンうまい、裏に回って大パンチ、間合いを取るのはダンス、投げはグラップ大パンシンク乗って、あれから繋
繋がりますね、つむじ。昇竜、まだ分からない。ヒガが、ヒガが身を出せる。あの状況がから、そうですね、ヒガ本当に勝負強い。今のディレイ絶妙ですね。絶妙のスタンでしたね。わあ、ナスが三段決めて、ここチャンスですね。中段キープ、投げて中足真空、減りますね、ゆき減りますね。ダンスさん、ここでしっかり取り返す。ファイナルラウンドどうなる。さあ、日川結構ゲージが溜まっているのか。上り台キック、ここで一本溜められるとちょっと反射したいですね。ここでカスミスナグ、中盤投げない、狭い中足アクレス。さあ、東北勢が大満 EX 速度、中足竜巻、勝ったのはダンス。優勝候補の日賀を倒しました。今黒人のダッシュラッシュダッシュアンパクを思い出しましたけど、やばい、あの入れ込みやばいです。入れ込みにやられる日賀。さあ、勝ったのは、お、ヤクン対ギリギリの試合ですね。ギリギリの試合で勝ったのはヤゴ。ヤックン勝ちだね。そうそうそう、あと座ってもらうですか。じゃあですね、ベスト8からの方はここにちょっと座っていただけないで、ここちょっと開けていただいていいですか。それでは呼び出しをする方、こちらまでお願いします。先に対戦する1回戦ですね。あ、あと止めますね。ですね、とりあえず今からベスト8は1台進行でいきたいと思います。注目1回戦、バクとアレクサイ6の剣ですね。1回戦なのでここで2人とも立っててください。あと、それではベスアイドルの人はここに注目するためにこちらに座っていただきます。ミスさんのイブキ対肉さんのネクロですね。こちら座ってください。対戦相手の横で隣同士で座っていただきます。ダンスさん対、今日賀を倒したですね、日賀を倒したダンスさんと北川さん、北川さん残ってます。北川さんとダンスさん、そこ座ってください。詰めて、そこそこ空いてるから詰めてください。ニクさんとここは俺が座るんだね。ダンス2が詰めて座ってください。ダンスさん詰めて座ってください。こっちで、最後がバナオとヤックンの投撃ですね。投撃カスだった対決ですね。それでは座ってくださいがはずですね。ヤックンとバナオ、ヤックンいなくならないでください。それでは座って、こちらの方がベスト8進出のバランスで拍手お願いします。さあ、誰が優勝するのかといったところですが、あ、ちょっといいですか。野次は今やってると思うんですけど、ちょっと今はもう終わりにしてもらっていいですか。ベスト8からちょっと妨げになっちゃうかもしれないんで、すいません。あとなんかガンガンちょっとみんなで盛り上げるためにこう、まあ、バーとか座ってもらっていいですか。座って、あのちょ煽り系お願いします。ヤッコンとか言ってくれていいんで、もう全然ヤゴとか言ってくれていいんで、全然知らなくても OK なんで。ちょ、やだ、こちらにちょっと負けた方もトクラとか拗ねてると思うんですけど、日賀トクラあたり拗ねてると思うんですけど、こちらに来てそれ座って輪を作っていただけると盛り上がるかななんて思ってるんで、それでは1回戦まずね、ちょっとまあこう座っていただく感じで、で1回戦のバクストさん上がってきましたね。まあ注目の最強アレックス、一応元気さんとやった時バクストさん勝ってます。あれ元気とやって勝ってる、はい、それに注目するのなんか出てきてますね。6まだ残ってますけど、これ6さん大会で負けっぱなしなんで、あーさっきバクトさんかよとか言ってた、はい、ちなみに昨日の戦績7-3でバクトです。昨日あの5連敗したのは比嘉から報告受けてるんでこれが大本命のバクトさんじゃないかといったところなんですが、はい、それではじゃんけんの方お願いします。これ6さんは負けられませんね。
さあ、とりあえず座ってお待ちください。さあ、ちょっと詰めてもらっていいですか。ごめんなさい。さあ、ここからはニコニコ動画か何かに行くのかわからないんですが、じゃあちょっとカズニーとかここ中入ってきて、ちょっとここら辺で平吉さんとかも座ってくれると盛り上がるね。なんかどんどん詰めちゃってもらいます。あの、拗ねてる徳良と比嘉あたりもあのちゃんと応援の方を拗ねてると思うんですけど、比嘉さんとか東京勢ちょっと応援、トミニーとか、あの、ここら辺ちょっとあの地元のバナオとか出るんで、応援団なんで、比嘉さん拗ねてると思うんですけど、今のダイパン EX ソフトでめっちゃ拗ねてると思うんですけど、さあこの辺に座っていただいて、ベスト8一回戦、はい、始めていきたいと思います。拍手お願いします。さあ皆さん、ちょっと掛け声なんかも出してあげると、この人たちのモチベも上がるといったところで、一回戦注目、ロクスタイマックスを始めてください。さあ、これ見物さ、このメンバー東北勢かなり来てますね。結構来てますね。いろんな地方来たんですけど、かなり嬉しいですね。やっぱ地元の人に優勝してもらいたいなっていうのがあるんですが、ここでロクちゃんあたりが優勝すると凄まじい喋りになるので、気をつけなきゃいけない、みんな気をつけなきゃいけないといったところなんですが、地獄車で投げて、さあ中和勝利、中盤前ブロッシュ投げて、ダイヤシ動かす、この辺がうまい、陣内、これが6なんですよ。爆反の6と言われた、ここだけは本当にうまいんです。投げて地獄グルマ、これが6なんです。やばい、このリードから画面外に自分から行くといった完全な気違い、この行動がある、これが6なんです。これも6なんです。拍手が湧いている、完全なカスですね、こいつやっぱあそこの大勝利はカス、やばいですね。中パン空対空、中和勝利確認して、さあバクトが取り返せるか、ダイヤシまだ角山はねえぞと、相手で出てしまう、あるいは移動もいいですかね、あれ多分移動を EX の壊しから決めて中段昇竜拳ダッシュ見てからか、中足昇竜拳対空、中足めくってかかった中段に分かんなくなってきた、どうする動く、バクトがグローって壊しなし、勝ったら6、拍手お願いします。おー、6が来た、6が上がってきた、ちょっとバックと半切れです、バックと半切れですね、これ。それでは次ですね、次が北川さんと、違いますか、違いますね、肉さんと肉さん、はい、さあこれ東北最強のネクロと伊吹の対決といった感じなんですが、ちょっと比嘉さんに聞いてみたいと思います。これ伊吹ネクロって言ったのはどんな感じなんですか。あー、多分ネクロが6ぐらいだと僕は思ってるんですけど、あんまやってないんでちょっとよくわかんないです。さっき宵闇の伊吹戦、あのネクロ戦がうまいからちょっと見とかなきゃとか言って、なんかちょこちょこうらついてたんで実は結構ミーハーだったりするんですよ、こんな強くても。それでは注目していきたいと思います。スタートボタンお願いします。拍手お願いします。ワンピー側が肉の武器、ツーピー側が肉のネクロ。これ普段やってるとどんな感じなんですか。もう超あの仙台の内戦で思いっきりやってますね。毎回もうずっと同じ内でやってる。じゃあもうお互いのことは知り尽くしてる。知り尽くした。先に攻めてるのは肉。しまって。中盤上で
クロがここまで上がってくるかといったところなんですが、そうなんですね、前回の東北大会でもベスト8までやったんで、シップさんって D ボラさんに負けちゃったんですけど、ボラに負けた、はい、ここで上がってくる、ここでミフが決め返す、すごいですね、ラッシュですね、ゴースライディングで抜けてキープ、しかし DX スムジ台形抜かして、これはリングがビヨってしまうのか、ステークハンドでガードしてる、少し少し十番わからない、ベロラス仕上げしかにゼロ取った、逃げつない投げてどうなる、浮いて気がもう驚く、勝ったのは三浦の勇気、拍手お願いします、すごいですね、すーさま、素晴らしい駆け引きでしたね、今はやばい、あそこでパナセルといった勝負強さ、人強さ、そうです、ね、これがサードストライクね、大切、それで次はですね、ダンスさんとダンスさん対北川さんですね、北川さんはキャラクターは剣です、剣、名古屋の剣使いですね、東北最強の剣、名古屋、名古屋、名古屋です、あ、知恵の弟子ですか、あー、そうですね、知恵の弟子対、はい、これ龍剣じゃと、これ龍剣対決でね、この間北川さん遊びに来てくれてダンスさんと結構やってるんで、マジっすか、はい、じゃあ注目、さっきの比嘉は絶対北川さん応援してますね、そうですね、日が切れてましたからね、だいたい EX ソフトあれはやばいです、黒人のダッシュダッシュダッシュジェッパにも切れてましたから話暗い見やすいですねそれでは始めてください、ワンピー側ダンス流、ツーピー側シエの弟子北川健さあ電人を選択、ダンスさん電人選ぶことってあんま見ないんですが、そう最近やってるんですけど、はい、ちなみにこの間北川さん、僕龍二さんって北川さんってやったんですけど、はい、電人はダンスより俺の方が強いシンクはやっぱダンスなんですよ電人は僕はダンスは絶対シンクだと思うんですけど、あー、ここででも電人を選択してきましたけど、はい、まあ結構しょうがない剣、龍剣で対戦して全然結構ね、これ北川剣強いですね、これちょっとまずいですね、地上戦を完全に制覇して先に取ったな北川、投げてさあこれ電池使い慣れない人が電池を選ぶと結構こう言いつつちょっと使い損ねちゃったりしてっていうイメージがあって、この技のバナオリしか使えないんじゃねえかっていう俺なので最近ちょっと思い始めに中パンチレイダイバー EX 速度、ここ危ないですね、わかんないです、はい、まだチャンスありますね、ダイヤ使ってしまう、移動投げしてくるか、中足滅振られない、ダンス取り返す、ダンスさんだったら次もしかしてバナオリさん、バナオ対ダンスの夢の対決か、昨日ヤッツー対ダンスはちなみに5分、おっディープガードされて大満竜巻、夢の対決あるのか、さあコース分からない、上り風呂地獄まで画面端スタンチをしっかり回復してめくり出す巻きに昇竜、昇竜分からない、少し一発がある灼熱使っていく、怖っ怖っ、ない投げてかかとグラップを出してしまっていた、別荘に住んだら北川家、拍手お願いします、それでは次ですね、ヤックンのユン対バナオのリュウといったことでじゃんけんお願いします、終わりましたか、じゃあ座ってください、